お疲れー、お疲れ様でした。みんなもお疲れー、イエーイ。ありがとうございました。ザ・W 2023昨日終わりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ほんまにもう何から喋ろうって感じ。ほんまにそうよな、うん、ほんまに2位、とりあえず2位でした。嬉しい、ありがとうございます。紅生姜さん、おめでとうございます。おめでとうございます。いやもうその1本目のコントがめっちゃ楽しかって、うそ、そのまあ緊張もちろんあってんけど、最初手も震えてたし、この最初なんかさ触るシーンみたいな、なんか探そうとしてるふりだけしようとしてるけど、プルプルってなってか、あ、これやばい時のやつやと思って、ピークに緊張して私声キッてなるから、でコントは私めっちゃ声張るからさ、うわどうしようと思って、荒川のと会った瞬間になんかフワッて緊張こけて、で最初にさあ始まりましたみたいな時に、声出てると思って、そっからなんか気分も乗っちゃってそいつみたいになってきて、でポテポテってやった瞬間に最善の女の子が崩れ落ちてた。気のせいで、そう、それであ伝わったと思って、そっからなんかもう乗っちゃって乗っちゃって、あ、ポテポテがノリに乗ってたよ。そう、一番多分いいポテポテやったと思う。ほんまにそう、だから緊張して私基本あの時あんまこっちが見んようにしてるのよ、けどその子が崩れ落ちてくれた瞬間に、あ、これいけると思って、勇気に変わってポテポテがそっから私楽しくて楽しくて、へえ、そう、私はこう覗くから、お客さんの方見てないから、その知らんかったわ。めっちゃ嬉しかった。ここで分かるぐらいキショってなるぐらいその崩れ落ちてくれてキショついて笑ってくれて、伝わってくれてるこれと思ってグワッてなって、もう楽しくて楽しくて声も出てるし、うん、だからもうほんまにこの状態だし、一人いい波乗ってんね。そう、ちっちゃい春がずっとこう中でだからもう楽しくて楽しくて、そうな、そう、最高やこれと思って、初めてぐらい乗ってたもん。そのいろんな劇場でもやらしてもらったけど、やらしてもらいました。最高でした。でそれが伝わってたのか、多分劇場とか見てくれてたよな、DM で本番が一番ほんちゃん生き生きしてました。へえ、嬉しいってなって、嬉しいな、めっちゃ楽しかった、コント特に。私は、もうまず、もうほんまに、もうほんまなんやろうな、なんかまず言いたいのは、もうこのネタ作る時に、ほんまいろんな先輩とか同期とかみんなに相談して聞いてもらって、なんか教えてもらってとかにまずほんまに感謝っていうのと、もうマジみんなのネタって感じなんですけど、そのコント1本目するか漫才1本目するかとか、まあ去年もあったし、でそのままさ配信やったやん、配信やったから携帯も一切見れずに、そのそうやね、全部終わってから携帯を見たんで、その W の間も見てないし、むっちゃメッセージ来てたのが初めてやったから、ほんまにもうびっくりやって、むっちゃ嬉しかった。それがなんかその1年間ほんまにあの日にほんまにかけてたから、もうマジもうなんかうわーみたいな、うわーなんていうの、もうその時はこう漫才とコント2本できて嬉しかったっていうので、もう頭もう最高みたいな、で紅生姜さん優勝してイエーイみたいな思って、終わってお疲れ様でしたって言って、じゃあ紅生姜さんだけインタビューですってなって、あれこれまた1年ってなってほんま、え、あれあれみたいな、そこで冷静になったんや。そう、やっとその時まではなんていうの、そのずっと紅生姜さんが W で、そのずっと決勝で続けるとかすごすぎるし、で他の賞レースでもなんかでずっとおもろいし、もう日本中を2人ともが日本中を笑かす人らやから、紅生姜が優勝するの見たいなとかさ思って、めっちゃ嬉しいわこれ、よっしゃ紅生姜やって、あれ待ってみたいな、それスパイクさんに、あれすいませんこれまたこれ1年始まるんですかって言って、あれみたいな確認してたな。あの時はもう夢の中身、マジ青春、 W はマジ青春って感じで、
パーンってなった時にイエーイってあれから飛び跳ねてたもんな。その1本目は1本目、うん、2本目を絶対したいっていうのの1本目でもあったから、うんうん、それでも頭いっぱいで C ブロックでほんま頭いっぱいやったんですよ。もうほんまにな、 C ブロックやばすぎた。マジでやばかったな。やばかったよな。ほんまほんまその直前までずっと悩んでたもんな、1本目と2本目。前日もで、まあまあ風流でネタ変えて、うんだって言ってたから別に多分言っていいと思うんだけど、うん、ネタも漫才も変えたんですよ。そう予選準決勝の時と変えて、うん、でギャル占いをもう絶対やりたかったから、うん、ショーレースでギャル占いを絶対やりたくて、うん、でうわでもなコント見てもらいたいなとか、うん、うわでもどうなんやろこれ終わってまた漫才できへんかってわーとかもあったから、うん、もう漫才できたことがなんか嬉しくて。嬉しかっためっちゃでこう漫才で戦うっていうのも決勝で初めてやんか、うん、初めて。それで田中さんと野田さんから票をもらえたのがめっちゃ嬉しくて、うん、なんかほんまに正直もうしんどすぎて、うん、この1年間その仕事と、うん、そのネタと賞レースとみたいな、うん、なんかこれ意味あんのかなみたいなその、うん、このって思ってたけど、うん、そのあの日でほんまになんか、うんこう言葉合ってるか分からない、うん、報われた。はいはいはい、もう、あ、こわ、間違ってそう間違ってなかったのかな、うん、みたいなめっちゃ思ったし、うん、そのメッセージとか、うんうん、こう元気になってもらいたいなと思って芸人になったから、うん、あ夢が叶ったって感じ、うん、でもうほかほかなって、うん、なんかツイッターでその、うん、あれみんなの居場所はここにある、おあれだけちょっとキモかった。いや、からあれキモかった私。いや、大丈夫ちゃいます。ツイートしてから、あれちょっとあれキモかったかな、キモくじゃない、私ちょっとこれ、イキりすぎた。いやいや、ええんちゃうもん、バーンって言った方がかっこええじゃん。いや、なんかみんなの居場所はここにあるの、急でおもろかったけど。いや、いや自分はみんなの居場所になりたいと思ってたんだけど、あれちょっと、なんか、あれキモかったかなみたいな、あれ生きったかなちょっと切ってもうたんかなとか思ったけど、なんかあんなにそのまあまあ今日ぐらい許してやって思いながら、今日はいいよなみんなとか思いながら、そのなんかコントをあんな褒めてもらえると思ってなかったし、めっちゃ褒めてもらったな。その風流のお疲れ様配信の方でなんか審査員さんからメッセージ届くみたいなんで、田中さんがなんかこの大会で一番良かったみたいな言ってくれたの、うん、めっちゃ嬉しかった。あれもめっちゃ嬉しかったし、なんか自分がそういう芸人をやらせてもらう中で、うん、ほんま自分の感覚で、ねうん、なんか光が差したような気がして、うんうんうん、そのネタつあ、うん、自分もネタ作っていいんだとか、うん、なんかこう自分が考えてることを笑ってもらえるんだみたいなんで、うん、そのが、なんていうかな、を、なんていうかな、自分がこう考えたり練習したことを出す、うん、全力で出してそう言ってもらえて、なんかこう光が差したような気がして。ああ、いやもうそうよ、本当にめっちゃ、めっちゃ、なんかわーってなった。めっちゃ最高やった、ほんまに、私は。そういや、楽しかった。だからその、あのネタもさ、荒川がオチもさ、ほんまちょっと前にできたやん、コントとかも、うんうんうん、とかもすごいなと思った。あれはキュンキュンって できたやん。なんか、これあれなんでな。いや、これは、うん、その名前出していいか分からんけど、うん、先輩に、うん、お父さん、あそこまで重要人物やったら、うんうん、最後追ってほしいけどな、みたいな、最後お父さん出てきて、うん、いや、そうなんですよ。でも、まああそこにおるし、うん、で時間ももうあとちょっとで、いや、そうなんですけど、うわ、どうしようみたいな、うん、で、なんかネタ試すときに、じゃあこれ一回やってみようかで、うん、笑ってもらえたから、あ、じゃあこれにしようかなとか。まあ、そのビスブラの原田さんなんですけど、あ、原田さんなんや。原田さんに、うん、お父さん最後だみたいなアドバイスをいただいて、いや、ですよねみたいな、でもどうしたらいいんやろみたいな、もうずっと悩んでたから、あの
もうほんまにもう私準決勝終わった時、うん、もうなんかボロボロすぎて、はいはいはい、悪い意味じゃなくて、うん、もうボロボロすぎて、うん、スピッツもしなんか流れてたら私泣いてたもん。そんなにもうボロボロやなそれは。スピッツ聴いて泣いてまうぐらい。いやでもそうよ、準決勝もさ、その同じぐらいやっぱ緊張感あるよ、決勝ぐらい。で準決勝と決勝はなんかまたちょっと違う緊張があるから。でも空もボロボロになるの、でも準決勝終わりのオチもできたけど、すげえなと思って。それもだからお客さんもさ、おーって多分なったってめっちゃ期待持ちで、うん、よかったみたいな。私も最初それ提案されたのに、おーってなったから、お客さんと同じぐらい、そうめっちゃいいやんってなった普通に。え、その時私覚えてるぐらい、オッケーオッケーみたいな感じで。いやそれはおーってなったけど、とりあえず私やるしかないからさもうもらったもんやるだけやから、うん、でもそのまでも私一人喋りが結構多いから、はいはいはい、これ順番どうやったっけとか、めっちゃ良かったよ、マジで。漫才楽しそうでしたね。ほんま記憶ないね、漫才の。いや、で、言ってたよ、昨日終わってから。私もやばい、漫才記憶ないわ、みたいな。で、昨日家録画してたやつ、書いて見返したけど、めっちゃ楽しそうやなと思った、荒川が。いいなと思った。私、だってやっと漫才できるっていうか、その、いい意味で。うん、やった漫才みんなに見せれる、うん、みたいな思って。で、私もめっちゃ漫才も楽しかったけど、それ以上に荒川が、笑顔から、見てる方が楽しくなるってこういうことやってめっちゃ思った。嘘ぐらい楽しそうやった、めっちゃ。自分らの漫才、テレビで見る機会がなかったからさ。で、見た時に普通に、あって、もうほんま他人として見ちゃったというか、めっちゃ良かった。なんか、普通に。終わってから、あの、ゆりやんさんが、うん、こう、バッて来てくださって、うん、おもろすぎ、マジ最高って言ってくださって。もう本気で涙出てきて嬉しすぎて、ゆりやんさんに言ってもらえたのが、そうやな、すげえよな。そう、むっちゃ嬉しかった。かっこいいな、かっこよすぎる、ほんま。あの、なんかその記者会見で、うん、私が間違いすぎて、うん、W は人生だって言ったんですけど、その間違いすぎて、でも私はほんまそう思うねん。うんうんうん、で女芸人の大会っていうか、もうマジで人生のぶつかり合いやと思うねん、はい、私は。その、ピン芸、漫才、コントでいける時点で、もう、うん、何持ってきてもいいって言われるってことは、うん、今回なんか特にそうじゃなかった。1年目の子がおったり。そう。ピン、で、芸歴目、上の先輩の上の姉さんがおったり、うん、4人で初漫才とか、うん、なんか。いろんな異種格闘技やったな。私たちはこうやって今ここにいますみたいなに思えてきて、うん、めっちゃそうやと思う。確かに青春すぎな W って思ったもんほんまに。それがもう人生ですって言ったもんな、記者会見。ほんならめっちゃ変な空気になったんです、記者会見で。 W は人生ですって言ってほんま変な空気になったんですよ。でもほんまやっぱ思うねん私は。そうやな、ほんまに思ってるからこそ出たくない。そうで、なんか滑っ、なんかあの時は滑ったよそのね、風流の反省会もう人笑いも取れんかったよあがきにあがいたけど無理やったけど、しょんかったな。その決勝以外全部間違えたけど全部間違えたけど、もうほんまそう思うねん。なんて言ったらいいか、なんか、うん、女、そう、なんか他の大会と違うところっていうのはそうなんかなみたいな、うん、若干思ったりとか。確かにな。だからめっちゃいいなみたいな、なんかその自分もさ、うん、そういうネタとかやりたいです、うん、私らネタ見てくださいって見せれるのはあのネタなんかなとか、うん、1本目漫才いつもの姿でもなとか、うん、もうみんなそうやったし、うん、紅生姜さんが漫才でもコントでもずっと予選でトップで受けてきて、うん、でその腐らずにというかさ、うん、ずっと挑戦し続けて、うん、とか、こう米田のさ、W とさ、M1 とかさ、うん、なんかこうそれでもなんか、うん、そう、いや確かに見せてもらってたしな、私ら近くで。そう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 。決勝でも嬉しかったの、胸熱やったな。で山里さんがもうすごすぎたな。エクな、エクエ
あたしやっぱすごすぎた、マジで。もう山里さんに早く会いに行きたいみたいなのもあったもんな、うん、ほんまにそう。経営にも山里さん大好きだし、うん、お客 CM 内でもお客さんのことずっと温めてくださってたし、こうあれ三浦アナウンサーさんとの掛け合いもさ、うん、すごかった、ほんまに完璧というか、うん、だし審査員さんとのさ掛け合いとかさ、やばかったよな、やばかったよな、すごすぎた。だから賞レース、うん、どうしようかなとか思ってて、今年もちょっと、はいはいはい、これ全部出たら死んでまうみたいな、うんうん、なんていう、無理かもみたいな、うんうん、って思って、でも今年光が差したんで、うん、ちょっとまた言うてる間に R1 も始まりますんで。そうなんですよ、はい、この子は出ますんでこんなどうしようとか腕組んでましたけど、めちゃくちゃ出ますんで応援してあげてください。あれはだって前なんかさ、うん、寄せ3つ単独ピンネタライブとかあった、うん、あったあったあった、エグい日やったよ。なんだよ、なんでハッピーネタ考えないとか言ってな。だってもうその直前の密着みたいな感じだった。あ、そうで、コンビのネタバーって考えてて、あれピンネタ考えてないってそれテンパり出していや、そりゃそうよなってなって、一番最終公演のピンネタとか、そうすごかったよ。なんかもうコント見たいって言ってもらえる声とかもあったりして、うん、嬉しかったの。嬉しかった。でもネタ順も本当に脳みそちぎれるんちゃうかってぐらい、その悩んでたやん、うん、で妹が、うん、ネタ順あれ最高やったでと。もう妹ほんまあんたのことに救われてます。あれネタ順あれほんま良かったみたいな、うん、なんかてかお母さんって結構、うん、みたいな人なんです、私のお母さんって、うん、やけどなんか根っこがラッパーやねん、うん、そうなの、お母さんそうなの、根っこがラッパーやからパンチラインボ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 ン出てくるタイプやねん、うん、ふわっと、はいはいはい、かなんていうかな、ね、ネタ順で悩んでてみたいな、うん、ね、もしかしたらだって1本目で負けてしまうかもしれないから、全然どっちを出すのがいいんだろうみたいなんで、うん、ずっと悩んでて、しかも去年はそれでも惨敗したしっていうのがあったから、うん、なんかお母さん、私はやっぱお母さんに聞いてしまう、うん、お母さんに聞いて、うんうん、わあどうしよう、一回も持ち帰るわみたいな、うん、あれ持ち帰って何になるんですかって思ったんですけど、お母さん家で私漫才がコントその分かるんですかとかはあってんけど、一旦持ち帰ってもらおうよそれはで持ち帰ってくれて、ほなパンって LINE 来て、葉月が選んだことそれが正解って来て、えぐこの人ラッパーやんって、えぐい、えぐいやろ、私泣きそうになってさ、うん、アドやんって思う、うん、いやそうやな、なんかコントとか漫才って言うんかなって思ったし、なんかそう漫才してる葉月が見たいとか、うん、コントしてみんなコントとかは、うん、みたいな、あそっちなんや、そう回り道でも私が歩けば正解っていうのを自然に、うん、出したね、おかんから、おかんすげえな、ピースの文字、それが正解、ピースハートみたいな、かっこええおかんやな、それであって思って、うん、いやどうだってそれ悩むけど、うん、なんかあそっか、まあ結果がどうであれ、うん、自分かって思って、うん、めっちゃ良かったと思うよ、それがおかんで良かったよ。ほんで、うん、そのコントで、うん、私ほんまに今じわじわ来てんだけど、うん、春が初めのコントのくだりで、うん、こうなってるって知らんちっちゃい春がこう耳で乗っててめちゃくちゃ乗ってたと思う、私多分、いや緊張は残ってるけど、そらけどこっちの方が強いから、ミニハンがこうやってちっちゃくここでもう一回見てほしい、まだ見れるから TVer で、こいつここでこう踊ってたんだってぐらい、じゃあ1年見れるらしいで、そう春のあそうミニハル、うん、ミニハルちょっと1年見てほしい、 TVer で 1年見れるんですけど、 TikTok でももう上がってるやろ、私のネタ気に入って THEW 公式が、嘘、うん、コントえぐいぐらい再生されてる、嘘、漫才の嬉しかった、春昨日朝の10時まで寝れなかったらしいんですよ見あさったな、見あさったもうマジでいろんな、だからほんまびっくりするぐらいコメントいただいて、で嬉しくなったらもう目ギンギンになってきて、そうよな、でもう一回自分らのネタ見てクッて
嬉しくなって思ってね、10時前ミニハルも喜んでた。ミニハルがもうロリに乗ってたからほんまに嬉しかった。コントも漫才もさせてもらえたんだ。いやほんまそれがマジで嬉しかった。最高に嬉しかった。でもなんか、うん、なんか M1 の時のさやかさんみたいやったとかも言ってもらえた。そう嬉しい。めっちゃ嬉しない。そんなありがたい言葉ある。で終わって新山さんからも LINE くれたよ。めっちゃ嬉しかった。ほんまに嬉しい。マジでいろんな人がこんなコメントくれてめっちゃ嬉しかった。芸人さんからこう LINE いただけるっていうのもめっちゃ嬉しかった。嬉しかったな、ほんまに。始まる前も応援頑張れよみたいなくれたもん。誠に関して海の写真送ってくれた。うせやん。行ってらっしゃいって、行ってらっしゃいませって、うん、海頑張ってください。そ海というのは分からない最初普通に春さん今日頑張ってくださいみたいな、で、ありがとうみたいな返して、そしてなんか写真で海ですだけ全然分かりません頑張りますだけ送ったけど、そう頑張ってくださいも嬉しいし、うん、そうで、あのコントが、うん、あれ大阪の時にさ、コロナ禍の時にできたネタやん。めっちゃ前、そう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 。で、初めてじゃないかに、初めてぐらい作ったネタやったっけ。コント、いやでもほんまにそれぐらいで、めっちゃ上手。ほんまにコント、うん、初単独でやってみようかなぐらいの感じで、うん、で、そのインスタには書いたけど、私はさ、なんかこうネットでめっちゃ、うん、なんかもうネットとのみんなが友達みたいな、うん、でネットで元気づけられて、そのこういうなんかいろんな仕事とか生かしてもらえたもん、ネットがあったから、うん、なんか自分のもうほんまなんか居場所みたいな、うん、ネットが、うん、その TikTok もそうやし、そのコメントとかでほんまだってもう地元の友達みたいにストーリー書くというか、はいはいはい、ネットの配信とかも怖い夢見たら配信するとか、うんうんうん、聞いてとか言ってみんなとなんかこう喋ってたら元気になるみたいなことがめっちゃあったから、その、まあ、人生変わったからネットで、うん、配信とか動画とか、うん、だから多分作ったネタやねん。そのあんまはっきり覚えてないけど、いやでもコロナ禍やと思った。そうやな、絶対。でその春に、うんなんか春が唯一このネタで考えたのはあのポテポテの部分なんですけど春なんかもうあそこ正直何でもよかった、うん、その決めワードみたいなのは、うん、でなんか逆に思いつかなくて、うん、春なんか叫びたいことあるって言ったらポテポテじゃあそれでいこうみたいな、うん、ほんまみたいな、ほんまなんかポーとかなんか可愛い丸っこいのがなんか叫びやすいというか、うん、可愛いなと思って、なんで私もポテポテこんでるのか分からんの。ポテポテでも一番叫びやすかった多分これが、テチテチとかやったらあかん、あそうか、で止まるから。確かに確かに、テーで最高でした。最高でした本当に。だってもう漫才あのネタもその他漫才で追加で入れたボケとかも、うん、多分もう他のテレビとかでするつもりなかったから、うん、2本目の漫才は、うん、そうもしネタとか読んでいただいても、うん、来年のショーレスとかでもする予定がなかったから、それもしんどかった。もうその、うん、あの漫才できひんかもみたいな、そうやな、もしコント負けてもうたらとかで、うん、で悩んでたずっと。だからより順番をな、そうそう、さっき漫才かとか、うん、うわーみたいな。確かに、いやでも漫才できた、嬉しかったな、嬉しかった、ほんまにほんま嬉しかった、やばい、ほんまに嬉しかった、マジで最後のお腹切ってなミニハルがお腹減ってるこれ踊りすぎてもう最高だった、嬉しかった、ほんまに嬉しかったな、うん、だからとにかくもう伝えることはもう全部言った、はい大丈夫？え、あるかな、まだ。いや、そうやね。それ言われたら分からんねんけど。分からんよな。多分、いろいろ、まだあるんですけど、はい、今年、皆様、本当ありがとうございました。ありがとうございました。明日からも、頑張ります。頑張ります。
じゃあねバトルうるさいなもう最高気最悪やもうじゃあ満金ですると思わんやんこれ以上に出てたから本番はもっとそれ前のお客さん怖かったよ怖かったよな一列目の人それキシッってなってそれ隣でこんな切れてまうの最前のお客さん引いたよな最初こんなんじゃないと思ってるからさそっかそっか一回帽子取ってそうかこのこれがほんまにこれがこう座ってそうねそっかでさっきまでさあさあ始まりましたハルのボンドムデー配信ボンドムデーえ今日一番出てない昨日のが出てた昨日のが出てたマジで今日はちょっとあの出し切ったからかすれてもすやん私でも春が好きなポテシーンがあって、うん、ポテシーンが何やねん私はお空にプラーファーそこだよねそこここねやってヤメくんさん、いつもありがとうございますみんな大好き、ボンドフライ私はお空に、フライフライボンドでフライ、ラーが好きフライフライが好きやな、私あ、ラーのこの赤の感じで何やねん、ポテシーンありがとうございます皆さんの好きなポテシーンがあれば